バスケ、いろいろ手やりましたけど、なるべく手使わないようにやって、こう、腕手か。で、こう、こう、自分がこう、何も手って筋肉がないんだけど、ただ置いてるだけ。で、彼詰めてくればぐーっと詰まってくる。あ、いいよ。ぐーっと、ね、詰まってくる。で、緩めてこう、出してくる。したらこのまま抜けてくればここに入れるね。で、こう、こう、何しろここ使わない、手使わないで、ぐーってやってガンでこう出して、抜けて、こう、つって手が出ちゃうね。なるべくだからね、これ置いて、置いたまま、置いたままこうやりとか。だからやりすぎないように、まあ、シャーマー先生がちょっとやりすぎじゃないかって言ってなるべくこう優しくね、相手に対して優しくて、そのぐらいここ優しく、ここ優しく、ここがガーンとやると壊れちゃうから彼神経持つとか、僕の重心って言ったら、この重心の方が強いから、じゃあそーっとそーっと、こういうふうにそーっとそーっと、そーっとそーっと、そーっと、そーっと、彼の筋肉が倒れてる。もう少しだって。こうやって、こうやってこもってくんですよね。で、ここ緩み取れた。さっきの言葉で言って緩みになってる。それで、この緩み取れた状態のまんま、まんま、このまんまこういうのが、してるだけ。だから緩みが緩んじゃうと、例えばこう、ガツンってやって、例えば緩み使われる。行かなくなっちゃう。行かなくなっちゃう。だから、この、体の筋肉利用してるから。筋肉がこういうに収縮してきて、そのまま、こう。で、その感覚っていうのは、すごい大事だから、少し。ね、こうやってやって、普通にしてる。立ってるのね。それで、緩みが取れるの、こう、ぐっと。圧縮してきて、そのまま行けば、そこだ。それから、緩みが来て、解放しちゃって、こっちに出してくるから、ガツーってやってね、これ緩み取れた。ここ座れば、ただ座ってるだけ、何もしてない。で、こういうことで、ポッて、ポッて、この状態に考える、この感覚、どういうか、今の感覚ですかっていうのを一人一人がさ、こう持っててさ、筋肉、こうやって離してやっても難しいから、こうやって筋肉入れないで、この筋肉入れないで、して、で、少しそういうの、お互いにちょっとどういう状況かさ、筋肉を入れないで、この感覚、この触ってる感覚、緩みの感覚、緩んだ感覚、緩まない感覚、きつすぎる感覚、いろいろその辺ね、ちょっと、だけ、もう少しだけ、見てるとね、こうなってる人が多いんですよ。自分がこうなっちゃった。こうじゃないから。彼来てんの、あの先生、他の先生、ジェンさんとか、僕、あの、ついにしないとか言ってますけど、よりどころ作らないよ、この。だから、こうやってよりどころ求めていっちゃったらダメなんですよ、自分が。僕のよりどころは、もう彼に与えちゃったの。そういう状態だから。だから、彼によりどころは与えないの。与えないで、ほら、こうやっちゃって、こうやって、こうやって、こうやって。よりどころなんか全然ないの。だから、みんなこうやって、そう、やっちゃダメですよ。まっすぐ普通気にしない、全然気にしてないの。ちょっと気にしたかもしれない。まあ未熟ですからね。あ、まあそういう話。よりどころ作らない。練習だから。気にしないで。全然彼関係ない。ゴミみたいな。自分のゴミ。ゴミがくっついてた。全然気にしないで。勝手にこうやって勝手に動いてた。と、この2人が来ても3人が来てもこれできると思うんですよ。で、こうね、ちょっと気にされない。こういう感じで、だから片手もさ、もう同じ。一
気にしてない。ここ。ここ、こうやって。なんか、行っちゃったらダメだから。これ、来るんですよね。来る、こっちの方気にしちゃったらいい。こう持って、こう来るんですよね。さっきの話じゃないけど、こう持って、こう来たら、こう来たりするんですよね。ここ気にしてないんですよ。持たれても関係ないから。最初に J さんが両手持ってたことも同じ。ここの手、全然安全なの。次がやの。だから、ここ気にしてたら、気にしようだから、気にしないで全然やるって感じで、そういう練習しましょう。で、ここたら、ここやりたいふんの、捨てて、なるべく捨てて、気にしないで、気にしないで回って、こっちに回る、こっちに回る。気にしないでしょ、気にしないでしょ、気にしないでしょ。何でもいいから気にしない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 足自由気にしないと足が自由になる気にしてると足が止まっちゃう気にしてると足が止まってなくなるって感じ気にしないと足が自由になるできますね自由に動けますねこうねこういう話だから気にしないでちょっとこういうのこういうのこういうの気にしないでで、上げて下げるときも、なんか両手になって、こう外れてこう、上げて下げちゃうからね、こう、ここで上げて下げて、正中線で上げて下げて、そういうこと、だから気にしないで自由に走って、こうやりそうになったら、これ自由じゃなくて、ちょっと、なんていうのかな、こう傾いちゃった。気にしないで、まっすぐね、これが大事。で、正中線。その辺の2つぐらいが。一番大事なところ横でいくらやってもダメ必ずこうなって足が遠すぎるようだったら近づいてでちょうどこの辺この辺がちょうどいい位置これ遠すぎ近すぎねこの辺近すぎちょうどなんか粘土材とかでそういう位置に自分が持ってきてねそれでこうこうちょうどこの場所ちょうどいい位置それを探してるんですか足自由にして黒を探すって感じじゃあ少しやりましょうでこれどうなのかなんですかこれうちの感じうちの感じで気にしないとね誤解しちゃうからやばいから気にこの時は気をつけないといけないこっちは安心は気にしないで全然彼来ないと全然で上げて下げて終わりこっちで気にしないでこの手でこう当たるの誤解しちゃうからちょっとやばいからだからこの時はこの手でちょっと来ないでねって言っといてから上げる来ないでね気にしてないんだけど来ないでねってで下げるとねそういう話何しろ来ないでねって上げて下げるこうやってどうしよう隙間のところに行ってやろうこういう話だからこうやって来ないでねって言っといて上げてこの帰ってくればいいと思うしで今日も私でか来ないでねって上げてこっちから早いでしょ先に手下げてくれる感じで来ないでねって言って上げて下げてねこう上げて今今日は上げて下げてるだけなんですねで気にしないで上げて下げて気にしないで気にしないで上げて下げてでこうやってやれば何しろ内側から入んないでしょでちょっと内側入って来ないでねだけ来ないでね来ないでねっといて来ないでねで上げて下げる上げて下げるじゃあそういうのちょっとやってみましょう内側入るあ、来ましたよねあんた当てに入れる目的でやってるんじゃないの来てほしくないからこうあんまり来るのこの手が嫌だからただ来ないでねこの手別にこうやってやりに行くないただ来ないでね踏めてるだけ走ってでこうやってやっただけだみんなちょっと割とさこの手がこう来てこの手でやりがちってからやりに行っちゃってるで突っ張れば突っ張るほどなんか位置悪くなっちゃうから
や、ただ来なきゃいいよ。いや、来ないでねって。来ないでねってためにこれやってる。で、手は、あの、期待ね。ボケ打ってるからね、ボケ。こうやってボケ打ったら。どこ入ってたの？で、位置がほら、近すぎたらこうなっちゃうから。だからちょうどいい位置で振れる位置では。ちょうどいい。だから足がスルスル、この、何？ローラーがついててさ、スルスル床の上で滑ってる感じ。足が自由なのね。だから、ここ力が入ってると、ぎゅーっとこの足の摩擦をさあれして頑張ってこうやってやっちゃうけど、これツルツルなんだ。ツルツルだからこう、ちょうどいい位置に、こう、スル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 、こう、滑ってる感じ。この、ステートみたいな。で、ちょうどいい位置で、こう、振れる位置を探してる。で、基本っていうのは、優先順位がこう、まともにこう振れる位置だ。だから、優先順位が間違っちゃう。位置が先に来て、きつくなっちゃう。これが、正常振れる位置が一番いい位置だ。正常振れるという位置。それを探してるからね。探してるんですね。正常だ。足止めてんじゃないの。足、近づすぎたらこうやって離れればいいの。で、もう一回入るの。もう一回こうやってやって、こうやってきて、入るの。普通にこう振れる位置じゃないの。足は自由に。いろいろ変化してこう自由に動いてる。こう全然気にしてない。こう踏ん張って支えにしてる。かかってない。こうなってる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 。
まり気にしてないでしょ、ってとで、そういういろいろありますけど、今度はその辺目指して、なるべくこういうふうに、こういうところで投げに行かないで、中心もらう、中心、そして、こうね、こう、でなるべく力つかないで、こういう位置、場所取り合戦じゃないけどさ、場所と自分の姿勢かな、こうやって傾いたら、自分の姿勢と場所と、その辺で、あと自由に相手の中心を狙っていく。で、ちょっと練習ね、やりましょう。もう少し。これやめないと、こう。あ、なんかわかった。やめないと。やめて、なんかやるの。やめるの。この、こうやろうとすることを。やめてるの。だから、技かけに行ったら絶対できないのかよ。だから、技かけに行かないでやめたの。やめて、正中線。大事で中心大事思い直してあの自由正中線まっすぐ入ってきただから彼が倒れたでそういうふうにやらないとこれ投げに行っちゃったら強いんだもんみんなもう何十年もやってる人たちがさいっぱいでさこの川のなんかかかんないねやめるのとかってやめてこう入ってきたのそれ練習してほしいんですよ。そうですね。じゃあ行きましょう。やめる練習だったんですよ。やめる練習なんです。だから、技やねん。やめるの。やめる練習なんです。だから、そういうの思ってた方がいいよね。やめる練習。やり続ける練習じゃないの。で、やりに行きたいんだけど、やってやめるのよ。そしてこういうふうになんか、リセットする練習なの。だから、みんなやり続けるから居ついちゃうんだよ、こうやって。で、居つく前にやめたいわけ。こう、居つく前にね。で、投げてこう投げてきて、みんなこう、このまま続けて投げたいわけ。こう、姿勢が悪いとか。で、やめるのよ。こういうふうにして。こういうふうにして。そういう話だから。だから、あの、なんか技の練習やってて、やめる練習しろなんて。逆なこと言ってるみたいだけど、たまにやるとね、そうだって。で、やめると何が大事？自由だとか、その中心だとか、正中線とか、そういうのに気がつくんですよ。やめないとね、いつまで経ってもこうやって生きるしか相手倒すこと考えちゃうから。倒さなくていいって、ジェイさんもよく言ってんだけど、倒せないの。別に彼が勝手に倒れるのいいって言ってくれば、倒そうと思わなくてもね。そういう話なんですよね。じゃあ、座って。これ向き合って、これも、こうやって、やめる練習なの、これ。どっちかって言ったら、やり続ける練習じゃなくて、やり続ける練習じゃなくて、やめる練習なの。で、やるよって言ったら、やめるのよ。そうすると、違うんだよね。そういう方がいいんですよね。だから、初めからやらなかったら、やられちゃうかもしれないけど、行くよって言ったらやめたの。そういうふうに、少し。じゃあ、僕、やりましょう。